皆さんこんにちは、今回の動画はですね、動画編集するにあたって、Final Cut Pro と iMovie を僕は併用して使っているんですが、少しですねもっさりするようになってしまったので、メモリを増やしてみようと思います。で注文した、メモリがですね届きましたので、 iMac の環境ですねブラッシュアップしていこうと思います。今回のメモリは、これにしました。Apple に関する動画を求められている方のページを見てですね、似たような、内容をやっていたんですが、安定しているメモリらしいので、ちょっと僕も真似をしてですね、購入してみました。まあ、この辺りはね、いろんなものが刺さっているので、ケーブル類は抜いていきたいと思います。結構ごちゃごちゃしてますね。iMac の背面になります。要はですね、この蓋を外して、メモリをね、増やすだけらしいので、今からやってみようと思います。このボタン、電源ボタンのここのやつですね。ここを強く押すと、この蓋が開くそうです。ピークデザインのちょうどいいやつがあるので、これで開けてみようと思います。これをグッと押す感じの、ちょうどいい。あ、これ開きましたね。開くと、ここに、購入時のね、メモリが入ってます。今からですね、このメモリをスロットに入れていこうと思います。このレバーを外側に引きながら上げると、スロットが上がるので、要はここに入れるわけなんですが。本当だったらこういうのはちょっとね、手袋とかした方がいいんですが、ちょっとじゃあ差し込んでいきたいと思います。2015はここが右側に、狭い方がですね右側になるようにすればいいらしいので、ちょっとももう一枚もですね、グッと押し込む感じ でさっきと一緒で戻すようですね。これで完了です。ではね、蓋も閉めたいと思います。OK です。これがつくかですね。無事起動しました。 iMac もですね実は初期化して、SSD とかをクリーンアップしてます。あとはこのさっき入れたメモリが読み込まれているかなんですが、無事ですね 24GB インストール済みとなっております。
メモリもそうなんですが、少し動画のためにですね、環境をブラッシュアップしていきたいと思います。